知り合いを連れてきてくれて、連れてきました。はいはい、おー、いいよ。よろしくお願いします。はい、セクシー女優でしょ。違うの。違うの。氷早なめ対決を。なんで来れんのお前。早なめろやお前。おーおーおお。あ、いいよ。違う違う違う。カセ。お前なんでいけんねん。この番組は業界経験の浅い新米ディレクターが東袋を使ってやりたいことを演出する番組です。さらば青春の光の東袋とデビュー作。じゃあ本題に。本題、うん、いやここまでが振りね。盛大な振りね、はいはいはい、次は風腕グランプリという風腕、うん、どういうこと。以前、はい、加藤の企画で、うん、Q1 グランプリ、あ、はいはい、スーキグランプリ、ね、そうを第2回までやって、うん、大好評だったので、うん、今度は逆に吹こうかなと思って。吹くんじゃなくて吹き輪。そう、吹き輪、はい、めっちゃいいやん。吹く方も自信がある。ちょっと、うん、そうだね。アナウンサーのスクール通ってるんですよ。ですアナウンサーのスクール通いながらおっぱい出しちゃったの。すごいね。あ、でも今結構出すどこがやねどこの曲や。結構出すもん、ね、聞いたもんないぞ。町も吹奏楽部だった、はい、元吹奏楽部で肺活量には自信がある、はいはいはい、2人はタバコでちょっとやられてるのかなと思ってちょっと心配になっちゃって、健康面に今回の企画で肺活量鍛えてもらっていたらなって、はい、確かに俺肺活量はないと思うな。呼ばいいですか。カンペとかも一気に読まれる時あるな。あ、まずはティッシュ吹き飛ばしゲームというのがありまして、はい、向かい合って椅子で座ってもらって、うん、頭に乗っけたティッシュを吹いて相手のティッシュを飛ばす、うん、騎馬戦っていうか、なんか騎馬戦、飛ばした方が勝ち。飛ばした方が勝ち。でこれ勝ち抜けするんですけど、りんちゃんが勝ったら、うん、ブクロさんとこう、ああ、なるほど、勝ち残りや。勝ち残り、勝ち残りか、はいはいはい、はいはいはい、で二人倒されたらもう負けと、はい、お互いのか、そうか、マニキュアを吹きかけ合うみたいな感じ。近い。新幹線のあれぐるんとしたらこれぐらい気まずいやろ。気まずいよこれ。でティッシュって言ったんですけど、はい、ちょっと軽すぎたので、ウェットティッシュを4枚重ねて、ちょっと重ない。自分のを守りつつ相手も攻めつつだもんね。いきます。はい、よーい、スタート。嫌やろこれ、りんちゃん。りんちゃん嫌やろこれ、森田の息をこんな。うわ、か、来るね結構。うわ、それでも、ま、守りつつやから。すごい。何？いや、なんつかこの変な空気。さっきのより見てられへんみたいな。もうちょっとりんちゃんの吹くやつ見たかったなっていうところもあった。でも俺のこの画角めっちゃいいで。あ、いいです。うん、あの自分の風でフワーってなる。いくで。はい。言ったらもうこれでもう菅谷負けたらもう森田の勝利ですから、はいはい、いきますね。怖っ。よーい、スタート。あ、あ、すごいすごい、強っ強っ強っ、なにこれ、強っ。まず上手かったな、下からスッと上がる。いや、本当にうまい。ほんなにこれ、ハゲが出たみたいな感じ。確かにね。ほー、これはやばいね。ってことはもうここで負けたら俺ら、うん、はい、ってことやな、はい、対象対決。まあ連戦やからね。この間のあれ嫌よ。サムネ思い出すわ。これがなるか。じゃあいきますよ、うん、レディーゴー。めっちゃ強い。ええ、何何何何、ちょっと待って、どうした、顔見たらダメですね、ちょっと笑っちゃう。お前待てや。そうね、これこっちも必死や。お前よう見たら、よう見たら男前ちゃうしな。必死で夫婦やっとんねこっちも。ただこれ結構今やばい状態。よし、いや、そうでもない、大丈夫、このままでいける。すいません、はいはいはい、いくよ、レディーゴー。はいや、はい、ついよこいつ。あかんわ。なんだこれ。すごいな。でもコツ分かってんのかな、その飛ばす。でもここで打ち消しに行ってもやっぱ帰ってくるもん。倍になってくると思って、ね、まあね。これさ、ダブルでさ、俺袋の後ろからで、はい、無理。二人で攻める。はい。はい、よーい、ドン。
今森田上からツバしてるわ森田。いやいやもう無理からツバが。いやいや無理やねんって、これはもう行くしかないねんからちょっとすごいなおい、雨降ってきてるじゃあ何これ、いやそれ精一杯や、森田さんの風でした。多分袋なんで打ち消してその上から俺ので言ってたよねなんかこれ意外におもろかったな、なんか楽しかったです楽しかった、前向きだね、嫌じゃなかった嫌じゃなかった、お前は持ってきたのこの企画を、これは、はい、菅谷チームの勝利でございますね、はい、でやっぱ強かったな、はい、っていうか素材に負けてんけど単純にじゃあ2回戦目は、はい、吹きサッカー、吹きサッカー、な、うん、納得いけやそれぐらいこれ今サッカーそうです、うん、コートに見立てて、はい、そうやってちゃんと学童保育の時こんなん作ってたわ俺即席やな、ゴルフボールをボールに立てて、ゴルフボールか重いで手を使わずに吹いて、はいはいはい、相手のボールに入れるというゲーム、はい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 、制限時間3分の間に得点の多い方が勝ちです、はい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 、飛ぶのこれ結構、いや結構肺活量ちょっと使うかもしれないですね、いるよな、おうおうおう、じゃあもう2対2ですね、はい、はい、3分です、はいはい、じゃあいきます、よーいスタート、あ、やべえ、うわ、強いよ、早く、もう、強いよ、はい、ゼロちょっと菅谷が、菅谷が行くね、行け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 、強すぎる、強い強い強すぎるねんけど、あかん酸欠やもう、行け行け行け、ロベカルやんこいつロベカルやって、あが中央突破しげる、あちょっと待って、ここにキーパーやろ、さあブクロ、これ一回いけ、これでよしよし、強い強いねんけど、え何分あと、今6対5、無理やってこれ、あ、やばいやばい、よしよしよし、ブクロ、うわかっ、絶対うまい、ちょっと待って、写真のハーフタイム、ハーフタイム、今前半終了時点で6対0、絶望的やないかちょっと後半さ、はい、一回ピンポン玉でやらせてください、はい、すごいな、ピンポン玉なら、うん、なんとかあの菅谷のそのなんていうの、風の向きをかいくぐればいけんじゃない、うん、菅谷をだからピンポン玉の動線に入れるな、うん、な、そういうこと、わかるか、すぐやられるからそれで、だこいつ抑えてやな、そうやな、うん、吹きながらやっぱ前見たらあの胸元がチラチラするからいい、見るなそれはこれおい真剣にやれ、これはじゃあいきます、よーいスタート、もうこれオッケー、ちょっとこちらこちら、よしよしよし、そう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 、いけるいける、よしよし、ああこれ負けた、フリースロー、これはこの辺から、この辺から、じゃあ、キック投票お願いします、はい、いけ、残り1分です、よし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 、顔面ね、顔面、行くぞ、行け、やばいやばい、よしよし、うわ、よしよし、いけるいける、なんだ、もう、あ、残り40秒、しんど、一回やめましょう、あ。よし、これはだから。よしよしよし、すぐやつけて。リンちゃん、リンちゃんの方攻めろ。リンちゃん、違う、守る。やばいやばい。危ない危ない危ない。危ない、強すぎた。今、胸元で見てる時間あったよね。
胸元見ちゃった。すいません、胸元見ちゃいました。よしよしよし、行って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 。ごめんごめんごめん、胸元見ちゃった。もう全然集中して。うわすごい、やばいな。見てる見てる。めっちゃいい。あーしんどい。めっちゃやろこれ。あーめっちゃよかった。ということで結果は1対0で今回は勝利です。強すぎるって。あー何これ、年齢のもんな、なんなん。楽しいは楽しかった、まあまあね、おう、うん、ただもうほんま後半な、うん、もう谷間以外興味なかったこっちばっか見てまうから。そうね、もう絶対語れへんと思う。そうだね、リンちゃんはもちろんやけど、菅谷は菅谷でいいのにな。菅谷は菅谷でいいけどね。すごいわこいつは本当に。このあみあみから俺の何歩も先行ってあみあみからの見えるよ、ね、こいつは。胸を袋さん見ます。はいはい、どっちかというとそっち重心でやってましたよね。だからもうプロよりもってことよね。いやいやめっちゃお前がこんなん来てくるかやんか。こんなもん見てまうやこれ。あみあみが良かったんや、袋的に。ここから見える感じがな。何やねん、被害者の顔してるな。